RD チャンネルのあげのです。今回は埼玉県川越市にある K ホビーさんで見つけたこちらのキットを紹介していきたいと思います。 K ホビーさんオリジナルミニ四駆スターターパック VZ パワースペック。このキットは現在も人気の MA パワースペックの VZ シャーシ版として企画され、値段も本家と同じというとってもお得な商品になっています。キットの中身はご覧のようになっていて、価格は税込み2178円。バラバラにパーツを買い揃えるより1500円もお得なパックになっています。マシンの外観はこんな感じ。 VZ ファーストトライセットのローラーカラーと同じオレンジ色のアンダーガードが入っているのがナイス。以前お父さんが作った GR ヤリスのようにパーツとボディのカラーを合わせたマシン作りも簡単にできます。マシンの走りを見てみると、ご覧のようなテクニカルなコースもしっかり走ってくれます。搭載しているのがトルクチューンモーターなので速度はマイルドですが、各セクションを確実にクリアしています。マシンの挙動をスローで見てみると、やはり着地の危うさが見られますが、次に行うべき改造をしっかりと認識できる作りになっていると思います。私なら次はサイドバスナンパーと引っかかり防止ステーですかね。このマシン、改造の基本はしっかり抑えられていて、バンクスルーはバッチリ、そしてジャンプでのブレーキもしっかりかかるようになっています。立体レーンチェンジも危なげなくクリアしています。初めてコースを走らせてもストレスを感じることなく、ミニ四駆を走らせる楽しさを思いっきり味わうことができます。そしてジャンプ着地の挙動やコースへの引っかかり防止など改造の余白もしっかり残しているので、ミニ四駆の改造のポイントが自然に身につくとてもいいセットだと思います。そしてボディがオフロードラジコンのデュアルリッチなので、こんな素敵な遊び方もできますね。この VZ シャーシパワースペック、2020年12月22日現在、在庫はまだまだ大丈夫とのことでした。今回お邪魔した K ホビーさんのミニ四駆コーナーは大充実。切ってもパーツも豊富に取り揃えられていて、ミニ四駆専任のスタッフさんもいるので、これからミニ四駆を始められる方にとってもおすすめのお店です。皆さんも一度遊びに行ってみてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。